はい、どうもこんにちは、ルッチです。さあ今回はゲートキーパープロローグ版遊んでいきます。さあこのゲームはね、テンポの速いローグライトシューターゲームで、奪われた宇宙の心臓を取り戻すらしいゲームですね。最前、体験版かもアルファ版みたいなやつ遊んでるんですが、進化してプロローグ版になって、なおかつ日本語も対応していると。オーロラでいいのかな、ノーウェア2つあるな、これモード。前やったらね、なんかね、ゲート、まあそれこそゲートを守るやつ、多分これがそうかな。モンスターにゲートの通過を許すと、時間の間、時間の間に侵入されると。時間の間か。で、こっちがね、多分普通に探索する方じゃない。これやってない方なんで、これやるか。ハイブリッド。で、ノーウェアで、時間の心臓を守るとアンロックなら、ノーウェアじゃね。まあいいや、今回オーロラやろう。で、難易度 100% ですね。左クリックでシェル。通常の射撃攻撃。3発ごとに強化弾。右クリックで、衝撃を受けて爆発するエネルギー弾。で、進行方向に向かって素早くダッシュするスペースダッシュだね。で、F キーで外部 BIOS。ディスクを投げると。で、1プレイで1回だけ使えるパッシブ。倒れた場合にチャンスを得る。蘇るだね。行こう。何をすればいいんだろう。なんか書いてあったな、下の方に。ゲート守るんじゃなくて、今回の方は、なんかポータルをつけるみたいな。いた。いきなりね。トーテムチャージか。で、ポータルに入るんだね。まずチャージね。普通にこう打っていくんで、シューター的な要素が強いですね。バンバンバン使っていきたいが、あれ、でこのゲームはキャラの強化が今回の場合レベルなんだな。一応溜まってるっぽいね。はい。前はなんかゲートの前になんか時間ごとになんかくれるやつがあって、それで強くしたんですけど、このモード初すぎるんだけど、割とこっちの方がシンプルかもしれない。丸つけるんじゃないのかな。あ、で、ここで、移動速度上げる、こっちにしよう。ちゃんと見てはない。移動速度じゃない方ですね。でもレベル上がったよ。だからレベルはもともとあったっけな ?HP だ。だけなのか。なんかお金、これ140か。これ貯めて、こうやって開けていくと。はいはい、170ね。で、1回だけ死んでもいいぞ。よし、たまったたまった。3番の確率でクリティカルダメージ、与えたダメージの 2% の分を回復する。1ヒットするために回復する。時間もないな。見てらんないんだけど。107ね。あ、107もないんだ。あれ、爆発するんだよな。敵はなんか同じっぽいな。HP でいいや。9。まあ、前英語だったんでね。日本語になってるだけでめっちゃやりやすいね。これゲー。トーテムかな。ゾーンの周囲の4つの火玉が回転する。中にいればいいんじゃないのかな。敵が来るとか。
まあ、1回目は簡単なんじゃないのと、なんか今出てきた。おお、ほら。はいはい、そういう攻撃してるのね。ぐるぐる回ればいいんじゃないのと。あ、さあ、これ、こっからだな。離れたらダメなのかな。後回れね。戻りまーす。なんか狙われてるんですか。しんどい。1個目で死にたくないな。めっちゃ湧いてない。まあ離脱しながらやるか。ちょっとしんどい。オッケー。いた。あー、上からのか。止まって撃ちたいわ。止まって撃ちたいよ。ちょっとオッケー。終わった。お前違う、偽物目。終わったね。上で右と左にあるね、1個ずつ。下もそうなのかな。どれだ。あ、これがそうか。あ、これ違う。敵倒すタイプの確率で何か召喚すると。あ、これか。だいぶレベル上げそうだけどな。クリティカルと回復。クリティカルで回復だな。ちょっと待ってる。危ない。死んでないよね多分。まだ死んでないはず。ベースダメージ上げよう。下を 30% 確率で最後の呼吸のダメージの 50% を与えるインパルス回復にしよう。2回復かな、ヒットすると。壊れない、こいつ。うっとしい。うっとしい、うっとしい。このおお、敵なのね。かな。じゃあゲートは HP を 6% プラス、メイン攻撃にプラス 2% の確率、エネルギーのスリア、スキル覚えないと無理だねこれね。止まってくれる時間は2秒くらいしかないよ。お、かわされた。どれだ。マークはなんかあるんだけどね。これか。いや、これも違うね。R にしよう。ベースダメージアップ。同じ場所やるのかな。あ、いける。攻撃速度あった。あんじゃん。各ターンの開始時プレイヤーの HP の 20% を回復する。これできるよね。
じゃないのか。敵が死んだら出てくるやつだよね。トーテムから精霊が飛来しゆっくりとプレイヤーを狙う。これはこう上からね。これ拾えるんじゃない？いや当たんないか。今の枠だったね。ただ倒すとレベルゲットできて、それで HP が上がってると思われると、敵倒すと得られるものでパラメータ上げていくと、ここね、痛い痛い痛い、マジか。終わったね。よし。終わったよね。終わったね。あと1個、あと1個。多分これなのかな、マーケティング。あいつ、当たんないな。待てー。905もあるんだけど、もうないかな強化。やろう、それも回復。さあゲートキーパーしてないけどね。前になかった新モード、こっち楽しいね。前はなんか防衛の感じが強かったんで、最後の面なんてもう、ね、烏合の衆にボコボコにされましたけど、守るものがないのはいいね。これ下が爆発よ。とりあえず耐えよう。よし、いいんじゃない。でポータルに入れ、上だね。もう口張ったのかな。だね、回数が決まってんのかな。タブってなのかな。あー見えんのか。線形成長、対数成長、ポータルとかマークみたいなもの見失ってるけど、下だね。あこれだ。さあこれでクリアなのかな。次があんのかな。これでなんかマップどんどんね、次から次へと移動していく感じなんでね。だゲートの時より一面が長いな。さあこれ第二面じゃない。さっきのお金ないんだね。レベルとかは引き継がれている。これ、拾ったものも引き継がれているんで、成長曲線を描いていると。ポータルは下だな。あいつ強いね。
ポータル行ってもいいかな。まあ、できないだろうね。跳ね返るこの F のスキルが強いね。間違いない。時計回りに動いてくると、あ、下からも来る。下飛べね。当てたこいつ。ダーリアみたいなやつ。離れちゃうか。あいつ動かないから外からやった方がいいね。ポイント溜まったんでこれ使って強化しよう。で、赤が遠距離だね。青は近距離。終わってるね。さあ強化してみよう。グレート、グレートの方がいいのかな。回復はいいや。まあヒットごとの回復はパーセントじゃなくて1なんでね、スタックさせないとなかなかしんどいのかな。味方欲しいシンプルに。あ、あのボール、これ何、これお金、お金かな。はい、これはグレートではあるね。3パーでクリティカル。当てたダメージを2パーを回復。まあ、あれだね。大体での同じなんで、もう分かってきたね。あとスタックさせるっぽいな。あんちゃん。あーしゃ燃えんのか。ダッシュが結構大げさなんで、なかなか回避のためだけに使うのはもったいない。いずれここ東京にしてるけど、敵の岩とかね、足元に来るやつとか結構見えないな。よしよ。うーさ、あれは水狙ったかな。よし、終わった。で、あ、絶対全部グレートか。二面はグレート。ベースダメージ、HP ベースダメージかな。
まだ続くとしてもう4000あるから上げないとね。HP こっちじゃない、パーの方がいいのか、うまかいと。なんかダメージも乗ってたよね今。メイン攻撃どれ？この銃なのかな？こういうゲームの場合多分メインってこれだよね。からもか、なるほど、かなりを一旦落ち着かせてもらって、マーク見た感じも強化ないね。上からも来てね、下からもニョキッとニョッとするのよ。何これ、これは何をしてるんだ。買わないのかな、出れないとか。あ、出れるね。終わったね。あとはもうまあレベル上げながら出るか。こっち長くいたらレベル上げ続けられるのかな。どうなんだ。経験値では入るね別に。さあじゃあ次回は3と4かな。さあめっちゃ進んでますね。結構ね1ゲーム長いですね。まあ1マップ1マップ短いですけど、これどんどん強くしてって最後の面に、ゲートの時はね最後の面えげつなかったんで、多分何かボスかめっちゃラッシュかあるのかなと。